これはね、僕ら太刀打ちできないぐらい、よく知ってるなぁと、こんなこと毎回驚かされるね。もうちょっと読んだだけ、あ、なんだ嘘っぽいな、嘘っぱちだな、これはどういう、なんかこう偽物感みたいなものがこう漂ってるとね、これだけ僕らが飲めることはありえないですよね。僕らのような新聞記者のような人間でさえも、そんなことがあったのと思うぐらい裏側の事情まで通じてる人が原作を書いてるので。そう、実はゴルゴ13最大の秘密は脚本にある。最後のページに記されているクレジットを見ると毎回違う名前が。ゴルゴには延べ30人に上る謎の脚本家集団が存在するというのだ。しかもその中には広告マンや物理学者など一見畑違いの人物も多い。これまで彼らが公の場に登場することはほとんどなかった。今回顔は出さないという条件で一人の脚本家から話を聞くことに成功した。普段は金融業界で働くこの人物はこれまでおよそ10本の脚本を手掛けてきた。特にこういうものを書いてくれというような指示を